女子校制服百科カルタ全48校、日本全国の可愛い制服がカルタになりました。こちら全国の制服がカルタになったそうです。可愛いですよね。制服、ブレザー、ブレザーも制服なのかな。あれ、なんか出てきた。セーラー服とブレザーだと、やっぱセーラー服の方が可愛いと思いますね。高校はブレザーだったんですけど、全国の制服が可愛い女子校48校、これクイズになってるらしくて、こう読み札がクイズみたいな感じ。誰も答えがわからなかったときはヒントを読みます。冬服、中間服、夏服、冬服、夏服。カルタと言いつつ、あれですね、あのこの頭文字はダブリがあるので、多分普通にその学校名の頭文字がこうひらがなになってるんだと思います。はい、可愛らしいですね。ちょっとなんかアニメチックなこういう女の子もいれば、結構あのなんでしょう、真面目そうというか、あのね、こういうなんかジブリとかに出てきそうな、ちゃんと このキャラクターのこの差ですよね。なんか大人っぽい人とこれはい、では可愛い系、こういう系のなんか、絵の雰囲気を甘いですね、そんなことは。はい、北海道で知名度絶大、金字に金の三本線、カトリック系のお嬢様校。って言って分かる人いるんですかね。これたくさん48枚あるので、これ何ですか、サービスショットチラ見せ。ちょっと北の大地に輝く星は星のように輝きなさいっちゅう建国精神のシンボルだべさ。真っ白なセーラー服はミッションスクールの証、北海道東北地方最古の女子校茶色に焦げ茶い色のジャケットは生徒の投票で新制服に決定。仙台のカトリック学校だっちゃ。チェック柄のベストとスカート、背中に垂れるはセーラーカラー、
宇都宮のスポーツ強豪校だっぺ。専攻カラーの制服は仏教学校の印。生徒は全員マイジュズ持ってって。マイジュズ。グレーの二つボタンスーツにストライプリボンをつけるのは、古来最古の仏教、都内か。都内最古の仏教学校。都内ってことは東京都なんですね。王道の3本ラインのセーラー服。超お嬢様校ではありますが、意外と受験に強いんです。セーラー服のスカーフは蝶ネクタイ風に結びます。靖国神社近くの完全中高一貫校。水兵、軍服色を色濃く残したスパルタンなセーラー服。女子御三家の一角を占めます。新潟ないかな。品女の愛称。品川、全国の女子校とは言いつつも、東京都の女子校が多いのかな。なんか、渋谷とか、品川とか、書いてあるのが多いので、なるほど。都内の方が多いかな。三バズル。はい、全部収録校一覧が書いてありますね。富士女子高等学校、北星学園女子高等学校、居合女子高等学校、聖ドミニコ学院高等学校。でれれ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 。品川。フェリス女学院高等学校。これなんか聞いたことありますね。なんか芸人さんって言ったんだったかな。プール学院高等学校。おお、なんか水泳が得意な人が集まってそうな学校ですね。はい。この皆さんご存知の学校はありますでしょうか？はい。よいしょ。1枚見ていこうか。では、これ。山陽女子高等学校、岡山県にあるらしいですね。新潟県はない。宮城県、東京都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 。東京都ばっかり。北海道、東京都、東京都、栃木、京都、京都、岐阜、愛知、静岡、静岡、神奈川、神奈川、東京都、東京都、奈良、兵庫、大阪、大阪、神奈川、東京、北海道、千葉、北海道、福岡、愛媛、東京、東京、福岡、山口。はい。新潟とか、ほぼ東京ですね。
でも、新潟の、まあ私たちが高校生時代とかは、なんか新潟の高校生のスカートの丈が一番短いっていうので話題になっちゃって、で、なるべくそういう多分、ね、こういうのを作ると言っても多分、県的にというか学校的には載せたがらないと思うので、だからかな。はい。だと思います。でも、ね、この制服のデザインとかって結構可愛いものとかあるので、こういうなんか、ね、サービスショットとかするとね、変な風に考える 人もいっちゃうかもしんないけど、真面目に制服のデザインを見て楽しめるかなと思います。可愛いですよね。フェリス女学院。夏服。神奈川県なんですね。ま、プールですよね。はい、プール学院。わ、すごくこれは、落ち着きのある、清楚な感じですね。神戸山手女子高等学校、兵庫県。すごくこれなんか、耳を澄ませば、じゃなくて、なんか、なんでしたっけ。思い出ポロポロみたいな。雰囲気がありますね。神戸。はい。こんな風に。おお。背後の角で、日本線は交差する。ええ、細かーい。大体ここはこう、交差しないですもんね。大体ってわかんないですけど。私の、中学とかの、交差してなかったと思いますね。実際にカルタとかこれしてみたいんですけど、ちょっと、今はできないですね。こちら。やっぱりこれを男の人が買うにしても、ちょっと怪しまれちゃったりとかしちゃうからか、値下げされてましたね。こちら。あんまり深く考えず、制服のデザイン見たいっていう人とかには、おすすめです。女子高制服百科カルタでした。おしまい。